こんにちは。油彩画研究室の2年の立岡みなみです。これから油彩画研究室をちょっと紹介してみようと思います。ちょっと見えておりますね。ちょっと見ていきましょう。これピッチになっております。まあ、有権らしいなという感じでございます。こちらが4年生の2人がいる。こんな感じで4年生も卒業制作に向けて頑張って制作しています。では中に入っていきましょう。こんにちは。こちらが油彩画研究室、1年生と2年生が制作する場所でございます。2年生と3年生が制作する場所でございます。ここに儀式の跡があり、ずっと待っています。ほい明かりが可愛いですね。あ、こちらすごい。はるか、はっすー先輩、いろいろいます。みんな11月24日の受験に向けて頑張って制作しております。もうバリバリ焦っております。私も焦っております。今ここで絵画の記憶の絵画というトークイベントが行われて行くそうなので、ちょっとそれを今から覗いていきましょう。失礼いたします。皆さんの顔がいいですね。顔がいいですね。それでは行きます。頑張れ受験。そのまま通してしまった。同時ライン切ったのに、さっき。頑張れ受験のゴリゴリヒーロー。負けるな受験のゴリゴリヒーロー。ペンチングオイル満タンで得意のパンチを繰り出すんだ。津田幸太郎。こちらはおでこと鼻筋のあたりがもうツヤッツヤの存在が美しすぎる湯煙に舞い降りし女神、小松瑞希。もうパンをください、たくさん。次参ります。教育大の生き字引き。その知識量、お粒の膨大さは羊蹄山に匹敵するという。一条和彦。次はこちらの森を駆け回り、大地を這いずり回り、空を駆け回る謎の、なんか森とか山とかにいる謎の生物。でもそのキュートさは異常。船岡ひろゆき。ということで、人間じゃない。その生き物ちゃんと人間ですし、とてもおキュートで力が素晴らしいので、ということで、この皆さんの素晴らしきお顔をぜひ皆さん拝めてって、これからトークをどんどんもしゃもしゃやってってください。ありがとうございました。ありがとうございます。
じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ゆてんのトークイベントとして絵画の記憶、記憶の絵画を行いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。構成としましては、前半が津田君 の, あの作品のお話で、後半は松さんの作品のお話をあの していこうと思っています。それでは早速始めたいと思います。あの津田幸太郎君にあの作品を持ってきていただきましたので、持ってきたというか初めからあるのもありますが、あの説明をしながらあのいろいろなお話を伺えればと思います。はい、はい、ですね、制作年順に一応紹介していこうかなと思います。これが去年描いた Please Go Forward という作品で、苫小牧美術博物館さんでさせてもらったロボットの展示で、ロボットにまつわる作品を描いてほしいという依頼のもと制作した作品になります。ですね、こう工事現場の横をロボットの、現場作業員に導かれながら、あの人とまた別のロボットがあの誘導されていくという作品になっています。その工事現場の仕切りの向こう側では、あのどんどん過去のものが捨てられていくような、そういう状態を描いています。今回は絵画の記憶、記憶の絵画ということで、あの古いものが捨てられていくというところも含めて記憶にまつわる作品としてまず1個目挙げてみました。これあの言葉の扱い方が面白いですよね。例えばこれ不要って明らかにここに書かれてるんですけど、この人たちと同じ感じで標識に書かれてるであろう言葉っていうか、まあ指示とか言説とかそれも一緒に言っちゃうんだよみたいなイメージ、ちょっと今改めて面白いなと思いました。ありがとうございます。この辺とかあれですね、いいですね。このやっぱりこう文字がこう横に、そうですね、左からこう右に読んでいくのと同じようにこう人もまたこう流れていくような、そういうあの動きの方向と合わせてこう文字も配置したいなっていうのは常々思って書いています。それでそうですね、手前のこうちょっとシースルーな看板と奥のこう実体の文字としての不要であったり、あのそうですね、文字はどんな風に配置したらあの絵の中でバランスが良くなるかっていうのは常々考えて制作しているところであります。ありがとうございます。どうします？順々に作品見せていきます。それとも、はい。じゃあ次はあのちょうど今ここに飾ってあるこれも去年の作品で、今年ちょっと加筆をして今ここに飾っております。そうですね。ちょうどあのゴリラ、赤いゴリラとちょっと怪獣が戦うような絵っていうのはあの何度も描く機会があって、こう自分の中で最近ではあの楽しく描けるテーマの一つとしてあの自分の作品の中で展開していってる存在です。あの、まあ、キングコングとかあのゴジラとかそういうあの古い特撮の作品から、インスパイアされてあの作品として立ち上がっていった経緯があります。僕自身はその古い映画館であの上映されていた時のことは生まれてないというか、あの生まれてないのでちょっと知らないんですね。でもあの例えばあのテレビ番組であの白黒のものがあのカラーテレビにあの放映されてたりとかいうのを見て、なんかああいうこう埃っぽくて古いものと今の自分が受け取ってしまうものがあの昔映画館で人を熱狂させていたんだっていうことがとても興味深くて、あの、なんでしょうね、そこもまた記憶と絡める話になるのかなとちょっと考えています。僕が知らないことだけれども、想像するとこれあの時リアルだったものっていう、
それを今の自分がリアルにできるかどうかっていうのをちょっと楽しんで書いているところがあります。ありがとうございます。必ずあれですよね、特撮っていうのを前面に出して中の人がみんな見えるように見えて、そうですね、うん、なんかもちろんもう最近ではコンピューターグラフィックであるとか動きを同期させるシステムであるとかで、もう中に着ぐるみとして人が入っている必要って全然ない世の中になってるんですけど、やっぱちょっとこう中に人が入っていることの魅力というか、こうどうしてもこうなんか厚みが必要になってくるというか、なんかそういうモチーフとしての面白さを追求すると、中に人が入っていることを説明するってとても面白いことだなって思って書いています。そしてやっぱり今現代日本人としては何かを演じて生きていくっていうのは誰しも少しずつやっていることなのかなと思いますので、なんかそういう現代的な悩みや思いみたいなものと古いものがつながっていくっていうのは僕としても興味深く書いているところですね。はい、ありがとうございます。あれ、この人とか、これ、はい、これ原寸大ですよね。あ、そうです。中の人とは別に原寸大の世界もあるっていうのが非常に面白くて、この人とかもう死んじゃいそうですね。そうですね。なんか巻き込まれちゃうんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ほとんど近い時期に書いていたのがこちらの、ありがとうございます。パンチを食らえという作品で、その赤いゴリラを赤いゴリラがパンチされてる姿っていうのをこう描くのがちょっと面白くなってきた頃に出来上がった作品で、そうですね、最近描いた作品の中でもかなり気に入ってる作品です。やっぱりこう大きなパンチの流れがこうドーンと上に上がって、上にこうそのまま動きが回っていくというか、ちょっとトムとジェリーとかそういう昔のカートゥーンとかでパンチされて頭の上にこう鳥とか天使とかがピヨピヨ飛んだりするっていうのと、なんかそのコミカルなやられざまみたいなものに僕なりになんか懐かしさを感じて作った作品でもあります。はい、あれにはなんないんですか、ここに。ここが次ではないんですか。あ、これは、これはめちゃくちゃ最近の作品で、ちょうど今やってる、これが放送される頃には終わってる個展の、に出品してる作品で、これはパンチの応酬というタイトルの作品です。なんか連作っぽいですよね。そうですね。なんか続きものとして、アルチンボルト。ちょっとこう、クロスカウンターが時間をかけて決まってる感じが楽しいなと思うところですけど。この2人が戦っているんですよね。あ、そうですね。そういう体でやってます。なんか、こんな風にお話が展開していくというか、また、なんでしょう、立場が逆転するみたいなことが、絵の中で、順々に起こっていくのが楽しいところかなと思っています。これも不意打ちを後ろからしているシーンだったり、これは思いっきり負けているシーンだったり、これは逆にとどめを刺しているようなシーンだったり、なんかそういう絵の中でというか物語としてこう立場がどんどん移り変わっていくっていうのは、こう描いてる作者としてとても楽しいことだなって思いますね。ここで赤ゴリラが何度も出てきますよ、ね。はい、そうですね。これが非常に印象的だみたいな。そうですね。この作品とかも、これも今年の作品ですけど、これもまたちょうど撮影風景というか、また別の赤ゴリラ以外の怪獣たちもたくさん出てくるような状況で描いています。
それは大混戦という、あの混戦模様、あの混ざって戦うとかいう混戦ですね、を書いていて、なんかちょっと逆にあの引きでこのゴリラを見たときに、あのゴリラの外の空間がどうなってるかっていう改めて書いた作品でもあったりします。なんかこうやってキャラクターを、あの同じキャラクターを繰り返して書いていくことによって、さっき言ったように立場が逆転したり、その周りの世界ができていったりするっていうのが、書いていて世界が広がっていくと同時に、こうキャラクターが成長していくというか、なんか僕の中にまあいるキャラクターではあるんですけど、そのキャラクター自身が作品を通して経験を積んでいく感じが、あのそうですね、面白くあの書いてますね。この赤ゴリラって何なの？赤ゴリラはですね、まあ僕の作品の中に出てくるキャラクターってほとんど僕なんですけど、あの、ね、僕の中に僕がいる。ああ、そうですね。無数の、あの、たくさんあの 自己投影できるキャラクターをいっぱい作る、そういう多分フェチなんだと思うんですけど、あの、赤ゴリラは、あの、主役っぽいキャラクターですね。なんか赤ゴリラに関しては、やっぱり、ある種連作的に同じキャラクターが出ているっていう、非常に面白いっていうのと、あとなんかあの今回のトークは記憶がテーマなんですけれども、それと絡み合わせて何か思ったところが。そうですね、やっぱりあの僕も書きながらどんどん成長するというか変化していっていて、この最初このやられざまを書いてから、なんかこのままで終わったらこいつかわいそうだなっていう、なんかじゃあ自己投影してる自分が負けっぱなしでいられるのかってなった時に、そうも言ってられないっていうところで、なんか別のあのシーンをやっぱり書いてあげたいっていう、そうですね、なんかその時僕がまたあの調子が良かったり、あの自分とかなりシンクロさせてキャラクターを作っていくっていう点では、あのその時思ってることっていう記憶がかなり鍵になってくるんじゃないかなって思いますね。なんかだんだんこう嘘が本当になってくっていう感じない？なんか僕もなんかそう、あの魚人間とか帰ってくる時に、最初は魚と人間どうやって合わせるかなとか、骨格的に合わせるの無理あるなとか、まあ、無理やり合わせていくんだけど、何回も、あ、で、頭の中に別に魚人間住み着いてるわけじゃないんだけど、あの、何回も書いてると、だんだん頭の中に魚人間が住み着き出すっていうか、だから繰り返し書いていくことによって、なんかこう、嘘が本当になっていく感じって、あの、僕はあるんだけど、その辺、須田君どうなのかなって。そうですね。嘘が本当になっていく。なんか、作品によって、こう、破けてる。破けて中身が見えてるキャラクターってちょっとずつ変わっていて、なんかやっぱりその時に中にいる顔っていうのは自分を描いたり自分を描かなかったりなんですけど、なんかその顔を中に入ってる顔を描くたびにそいつが自分になっていくというか、なんかそれに自分をモチーフに含ませていくことで、あんまり自分じゃないかもなって思ってたキャラクターが、自分を帯びていくというか、確かになんかより自分の中で共感しやすい存在に変わっていくっていう意味では近いものがあるのかもしれないなと思います。さっきのこのこちらのパンチの方で、普通人間が、人間がバーンとぶつかったりすると節が見えたりするっていうのは、あれは主観的なものですよね。客観的に人間の節があるわけじゃなくて、それを表現したのでもう具現化しちゃって、すごいことになっても、これが面白いですよね。ありがとうございます。なんていうのか、客観的な赤ゴリラがいるとして、その内面的もちゃんと具現してるみたいな。なんかそこ空気に出たら、その思いも、例えば僕が何だろう、鳩って言ったらここに鳩が来るみたいな、そういう面白さが
あるかなと思いました。そうですね、確かになんかこう輪郭がないものに輪郭を与えちゃってるっていうか、なんか北斎とかもそうだけど、ね、なんかそんなとこかっちり輪郭で描いていくんだっていう面白さは確かにありますね。そうですね、文字とか、そうですね、ないものをさもあるかのように見せるというか、なんか、やっぱりここにこれがいたらこれも欲しいだろうみたいな、星が1個だけだと悪目立ちしてしまうからもう何個か星が欲しいとか、ここのに入れる模様は何だろう、じゃあやっぱり他にも星描いてるから星も描いておくかとか、なんかそういう一個一個のなんか一個モチーフを描いたらそれに呼応するようなものをどんどん自分の頭の中にある道具箱みたいなところから引っ張り出して描いている感じはとてもしますね。まあ、具体的に見たことがない情景じゃないですか。そうですね、あるいは見たことがないことを書くっていうの、これはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。そうですね、まずそうですね、過去見てきたものっていうのは必ず存在していて、なんか友達と喧嘩をした時とか、なんか頭にこうバーンと後ろから辞書で殴られたことがあるんですけど、小学生の時に、その時やっぱりこう視界がこうグラッとするような瞬間だったりとか、そしてまた例えば映画を見たり本を読んだり漫画を読んだりっていう、なんか視覚での資料とその過去の記憶を混ぜ合わせながらなんか図像を作っていくっていうのはもちろんしていて、なんかそうですね、自分の記憶と記憶を掛け合わせながら作っていってるっていうのはもちろんあるんですけど、その中でやっぱり本当に想像もできないものとか、書き方がわからないものっていうのはたくさん存在していて、そういったところからはキャンバスに絵の具を置いた印象から発展させて描いたりっていうのはもちろんするんですよね。だから過去の記憶と今の記憶と、そして書きながら覚えていくものを混ぜ合わせながら見たことないものを描いてる気がします。実際絵を描いている技法なりその手続きの中に今まで追っていた記憶が入ってきたり、あるいは描いていることが新しい記憶となって次の作業に進んでいくみたいな感じですか。なんかその多分記憶を思い出す順番みたいなのは結構まちまちで、僕のなんか例えば大きなテーマを決めるときにはそれか過去の記憶を参照してテーマが生まれたり、なんか子供の時なんかちょっと女の子のこそこそ話が怖かったなみたいなことをなんか絵にしようかなって思ったりすることもあれば、今朝見たニュースのなんか悲惨さみたいなものを作品のテーマにしようって思うこともあれば、キャンバスに置いた絵の具からなんか作品を作ろうって思う瞬間になったり、その順番はとてもそれぞれで、作品の中でそれが複数起こるような状況っていうのを常に作ろうとして描いています。なんか面白いなって思ったのが、あとほら懐かしいっていうモチーフが、記号化されるっていうか、やっぱりその僕ら世代からするとなんだゴジラとかそういうのって懐かしいモチーフなんだけど、これが200年後300年後になったらみんな知らないモチーフになっていくっていうか、なんかチェンジマンとか戦隊ものあるじゃないですか、はいはい、ありますね、ああいうの仮面ライダーって懐かしいんだけど、200年後300年後戦隊ものがついてるか分かんなくて、そうなった時に全然見え方が変わるっていうか、なんかブリューゲルのあれ何でしたっけ、十字架を担うキリスト、はい、あの絵ってそのキリストの時代とあとブリューゲルの時代がこう混在してるっていうか、あそうです、ね、ブリューゲルの時代の中にそのキリストがこう十字架を持って歩いてるような、はい、でも僕がその西洋の絵画ですごい昔の絵画で日本の僕が見ると
なんかそんな風に感じないっていうか、全然見え方が変わるというか、その絵の中で着ている、あの人が着ている服のなんか衣装とかが、うん、あの時代によってもちろん変わっていってる中で、この服はこの時代の服だよねっていうのが古くなりすぎちゃうと分かんないみたいな、うん、あのもうなんか同じこう何同じところに入っていくようなところもあると思うので、はい、今見るのとなんか10年後見るのと30年後見るの100年後に200年後で全然違う絵なんじゃないかなってふと感じたんだけど、その辺ってなんか考えてたりすることありますか？なんかそうですね、もちろん僕の中でもあのそういう古い特撮映画っていうのはもう今古いって言っちゃいましたけど、あの古典だと思って書いているというか、あのもちろんあの何でしょう、バロックであるとかベネチア派の作品とかをあの油絵として参照しながら書いてはいるんですけど、それと同時に同じぐらいの気持ちで古い特撮映画だったりっていうのは資料としてあの見ながら書いているんですね。のであの過去のものを参照しながらそれを今の記憶と混ぜ合わせながら書いていって、なんかどっかちょっと未来なものができてるっていうのがあのとても今面白いっていうところで書いていて、これがさらに未来 にこの作品がポツネンとあった時にこれを見た人がどう思うのかって、うん、ちょっと想像つかないけど、でもなんかなんだろうな、古いものの良さっていうのは未来に行ってもちょっとは伝わってくれるんじゃないかなっていう、そういう期待を込めて書いてるかもしれないですね。この作品ですね、これは正午のシーンっていうあのお昼12時のシーンという作品です。あのちょうどこちら あの大混戦っていう作品とあの合わせて書いた作品、まあ、こちらが A 面ならこっちが B 面みたいな感じで書いた作品になります。あのこっちが大きさが20号でこっちが6号っていう、こっちの方が小さいんですけどね、でもあの大きさに負けないようにちょっとこうでっかくゴリラを配置して、あの手前の人物に逆にスポットライトが当たるような構成で描いた作品になります。ちょうどあの6月7月かな、選挙のシーズンだったりとかもしたので、あのそういうポスターがいくつか貼られていて、なんかあのこの怪物がいてもいなくてもちょっと不穏じゃない世の中っていう、そういうあの皮肉は込めて描いた作品にもなっています。これ赤ゴリラくんですよね。そうですね、そうですね。私が好きなのはこれですよね、この何か分かんないけどなんかいるぞみたいな。そうですね、なんかまあ、多分最初思ったのは部屋の中にあるちょっと潰れたクッションだったり、あ、はい、あのカーペットみたいなのを描きたいなっていうところから絵の具を置いて、それがあのそれそのものになるかならないか中途半端なところで、でも絵の具の状態としては仕上がってんなっていう、あからもうこれ以上描かなくていいかっていう、あのそういうところで止めると、あの描いた人も見た人もちょっと何だか分かんないものが生まれたりするんですよね。いや、それが室伏大二郎って漫画家の、はい、都市の片隅にいる何か分からないけど確実にいるんだ、そういうのと、ね、まあ、この横からのぞかれているのとかこの辺の時間の経過とかっていうのも相まって非常に気になりますよね。あとこの辺りとか、やっぱりなんかこう常に描きながらあの物が増えていって、その物を増やせる場所っていうのを常々作品の中に用意していて、もちろん最初描き始める時には大きい顔があって建物があって、そのベランダには男の子が一人あのお留守番をしているっていう状態だけはエスキースであって、もう壁に貼るポスターも窓の中にある植物だったり、ベランダに出てるあの洗濯機なんかもあのエスキースの段階では
一つもないんですよ。で描きながらここに緑色が欲しいかもって思って描いたり、ここにじゃあ何置こうかなっていう時に、ああ昔友達ん家行った時に一人暮らししてる友達のアパートなんでか廊下の方に洗濯機出してたなみたいな、部屋の中に入れると場所取るからかみたいな、そういう思い出みたいなものから、あいつが使ってた洗濯機なんだろうみたいな画像検索して、あこれかもっていうようなものを絵の中に配置したりとか、なんか誰かの家行った記憶、自分の家にあるものみたいなものをちょっとずつ混ぜながら、そして同時にその日あったこととかも混ぜながら作ってたりしますね。画面構成の上でもそういった形が記憶にとして入ってきて、まあ本当に純粋な技法って言っていいのか分かんないですけど、そういう技術的なレベルでも経験として入ってくるっていう。そうですね、やっぱり変なものを描けば描くほど慣れてくるので、またより変なものが描けるようになったり前描いたことあるからもっと手早く かつ確実になものが描けるなっていう、なんか手で覚えていく仕事っていうのは常々、ね、あると思います。なんかこれか勝手にちょっとこう自己投影してしまうっていうか、なんか今日初めて感じたんだけど、なんかこの豚ゴリラ、豚ゴリラすごい、殺すけ赤ゴリラ、赤ゴリラ、赤ゴリラっていう名前もはい、このゴリラの内側の目悲しいなと思って、あなんかさ、はい、なんだろう、うちの娘とかと話してると世間を知らないからまっすぐな正義感があるっていうか、でも表と裏を知っちゃうじゃない、まあ、知っていかないと生きていけないわけなんだけど、で僕は学生の頃ずっと結構長い間その獅子舞に入ったり、はい、こういう戦隊ものの何かに入ったりっていうバイトを結構やってて、で自分の見られ方とその実際の中身が全然違うことは結構面白いなと思ってやってたり、で教員っていう仕事をしてても割とそんな感じでなんか本当は違うんだけどって思いながら、でもその内側には自分の中の、まあ、幼い部分の気持ちもあって、それをこうの覗いて悲しい気持ちになってるっていうかなんか僕にとっても自画像的だなっていうふうにちょっとぼーっと見てて、ありがとうございます、うん、ちょっと今日は初めて感じました。なんかなるべくこうなんだろうな、ニュートラルな顔で怪物の中にいたいっていう気持ちがあって、なんかこう物を壊したり暴れたりしなきゃいけない存在ではあるんですけど、なんかまあもちろんさあ暴れてくださいって言われた時に多分僕は被り物の中ですごく怖い顔を作る気がするんですよ。でもそのシーンじゃない時は多分顔はすごくニュートラルなんじゃないかなっていう、なんかそうですね、優しくもないけれど怒ってもいない目で痛いなっていうのは思いますね。あんまりもうなんか外側に本当に成り変わっていく人って、まあ、それも良かったり悪かったりというか、もう真魔です、教員って怖くない怖いかもしれない、怖いこれってなんかこれ、はい、この男の子の、はい、なんだろう、願望というか考えっていうか妄想が後ろで現実化したのかなみたいな感じもちょっとしたんですけど、ね、そうですね、なんか物語としては多分、まあ、物語とか、なんですか、映画の脚本みたいなものは僕の中には実はないんですけど、あ、はい、なんか当然こう巨大なものを巨大に見せるときにそういうジオラマにこう顔がヌッと出てくるみたいな、シーンは必ず撮られるじゃないですか。そういうあるあるみたいなものを意識しながら作ったところではあるんですけど、なんか昔のそのゴジラ映画で怪獣大進撃だったから、ひどいオチでいじめられっ子が見てる夢みたいな
夢の中で、あの怪獣島みたいなところに行って、あのそのいじめっ子みたいな怪獣を自己投影してる怪獣が倒してくれるみたいな、でも結局全部夢のことなんですよねっていう、なんかそういうあの寂しさ、わびしさみたいなところも、あのもちろん古い作品で、あらももちろんあるんですけど、なんか腑に落ちるというか、伝わるものが今もあるよねっていうのは多分根っこに多分あるんでしょうね。で、自己投影、あれルドンのあの一つ目いるじゃないですか、はい、長崎キクロス、はい、前にで後ろから本当にゴーッと覗いていて、はい、しかもあれは恋愛感情があってみたいな感じで、はい、もう構図的にはよく似ているんだけども、はい、逆にあのルドンの場合はバックにはあの我々が見えている世界とは全く別の世界があるかもしれないよみたいな、全然保証はされてないよみたいな、はい、アトリエじゃないかもしれないよみたいな、はい、でもこれはもう完全に暴力的にボーッと出しちゃってる感じでもちょっとあのいい感じで、ある種メルヘンかもしれないけれども、あの巨大な赤ゴリラの、あのキャラになって、でも目はあのちょっと物悲しいみたいなので面白いなっていう。ありがとうございます。構図は似てるけれども言っていることは結構かなり違うみたいな。世界の不確かさがあるどんなら、これは自分の主観の圧倒的な確かさです、それだけはあるんだよみたいなのところでもう面白いかなと。その中にこういう不確かなものがポッポッと入ってくるのはちょっと面白いなと思います。確かに超主観的な世界ですよね。なんか自分でこうジオラマのキットを組み立ててるような気持ちで描いてるところは常々あって、こういう映画のセットを組むような、その画面の中で起こってることはまあ自分で全部説明がつかなきゃいけないというか、なんか自分が確信を持って描かなきゃいけないものがたくさんあって、もちろんその中であまり確信を持たずに描くものもたくさんあるんですけど、なんかそういうやっぱ全部自分で配置して描いてんだなっていうのは噛み締めながら描いてますね。確信を持たないのも確信して配置して、そうですね、あのなんか余裕があるのもちゃんとあのなんていうか濃い世界が想像されて、神様が世界作って必ず悪もあるみたいな感じ。そうですね、揺らぎは必ずあってほしいって常々思います。なんか見た人がこれをどう思ってくれても構わないっていう、そういう遊びがあるのは常々望んでやってますね。なんかモチーフがこれだけなんていうか限定されてくっていうか、あのゴジラとか、はい、なんか戦隊もなく戦隊ものとか、なんかイメージをその見る側のイメージを限定してしまう恐れもあると思うんだけど、なんか共感してもらいたいってなった時に、その開かれたものにその作品をする時に、なんかやっぱ考えてることってありますね。なんかやっぱりどこか大事にしなきゃいけないなと思うのは、例えばこれが着ぐるみをだとしない、そのまんまあのゴリラの顔がここにあったら、多分ただただそういうシーンを絵にしただけになっちゃうと思うんですよね。でなんかその子供とこの存在の関係性みたいなものも多分なくなっちゃう気がするんですよ。なんかこうもちろんもっと開いたらここにいるのが人間の顔でもいいのかもしれないんですけど、なんか内側をくり抜いたりどんどん掘っていったりすることによって共感できたり、なんか別の人とイメージがつながっていくっていうのはかなり思っていることで、自分の中をどんどん掘り進めているのに、なんか作品としてはまた別の誰かの記憶につながっていってしまうみたいな、なんかその自分が生まれる前のことをどんどん想像して、母親のお腹の前、お腹の中にいるよりも前のことを考えた時に、なんか全人類とつながっちゃうというか、なんかそういう内側を掘り進めると
あのどこに出てくるのかっていうのはちょっと想像したりします。ジュング的な、あとなんか個人的にあの好きなモチーフで埋め尽くしてるっていうのがやっぱり特徴だなと思って、はい、昔僕もそのでっかい人巨人描いてた時にこれ女子高生だったらすごい現代的だしあの話題性もあるし女子高生の方がいいよとかってあの学生の時に言われて、まあその反応を考えるとそうかもしれないけど言われてることも全然ピンとこないというか、やっぱり主観的に好きなものを選択していくっていう、だからそのテーマを言うために一番適切なモチーフを全てのものから選んでいくっていうんじゃなくて、自分が好きっていうことをなんかすごい大事にしてる絵だと思うんですよね。その辺でこう考えてることがあれば、教えてもらいたいなって。現代的なテーマだったら現代のモチーフを入れていけばいいっていうのも単純にあるじゃないですか。それをこう昔の、あの記憶だったとか未来ゴジラとかね引っ張ってくるっていうのは、そうですね、なかなか言葉にするのが難しいかもしれないんですけど、過去のものも未来のものも同時に絵の中に収めちゃうと、収めていくことであのなんか絵の時代性が分かんなくなったり、なんかあの多分だけど多分ですよ、僕はあのなんか連想ゲームが多分すごく好きなんですよね。あの絵の中に描いたモチーフがどんな意味を持つかっていうのをどんどん描きながら頭の中で増やしていけるっていう、じゃ あのこの目の部分がくり抜かれた着ぐるみにはどんな意味があるだろうってなった時に、それがあの祖父あの現代人のペルソナ的なところにつながっていったり、なんかあのそれとロボットが戦っている、それがロボットに負けるとかがあのとてもあの描いていくうちに恣意的になってくるんですよね。でなんかそこにこう例えばテクノロジーにこの追従する人類みたいなものってもう SF 映画ではもうしょっちゅう描かれていることで、それさらにそこにイメージを足してあの別の見解ができないかっていうことをやったりとか、なんか一個点があったらそこからどんどん飛び石ができていくっていうのが、なんか頭使ってる感じがしてとても楽しいっていうのはありますね。なんか方法は何であってもどこから掘っていっても本質的なところだとか、普遍的なものだとか一番 大事なところに行き着くっていうのは確かにあるかもしれないですよね。そうですね、一番適切な方法を考えるっていうんじゃなくて好きを掘りまくるっていうね、自分の中をどんどん掘っていくんですよ。そこにはやっぱり記憶があって、絵の中にどんどんその自分の記憶のかけらを入れていくと、あの像が出来上がっていって、そこにさらに連想が足さることによってテーマ性が深まっていく、広がっていくっていう、まずやっぱり記憶がありきなんだなというか、絵の中にどんどん記憶を足していくっていうのは常々やっていることなんだなって思いますね。この間、はい、あの塚さんとあのちょっとお話ししていて、あの面白かったのでは、書きながらあの私にとって絵画制作は、まあ、こういう言い方はされなかったんですけども、書きながらロールシャーテストやってるようなもんだっていうのが非常にあの心に残ったんですけども、それはあの全体の話だけど多分部分的なことで、はい、なんかあの画面にあの絵の具を置いた時に出来上がる形みたいなものから、その偶然性を生かしてあのどんどん形を変えていったり、リアリティを持たせていったりっていう、なんか絵の具描きながらそれがどんどん自分の記憶と結びついていって同時に成長していくっていうのが面白いところですよね。なんかやっぱりロールシャッハテストもこう見た時にそれが悪魔に見えるかコウモリに見えるか植物に見えるかみたいなところから、あのそれをロールシャッハにどんどん描き足していくと、あのその人のにしかできない結果が生まれるじゃないですか。だからそういうなんかところで独自性だったり自分にしか見えないものが画面の上で立ち上がっていくっていうのが
面白いところだと思ってます。もう形っていうか技法っていうか物質的なところでもそういうロールシャガ的なところをして、内容的なっていうか、はい、あの画面上のテーマとかそういうのでも連想をやっているって、それも、はい、その2つも相互に関連し合いながら、そうですね、つながっていくとどんどん、あの、まあ、目指してるのは僕にしか書けないのっていうところで、それができる方法が今これなんじゃないかなって思っているところです。増殖していって赤ゴリラがこう何回も、はい、そうですね、なんかそういういろんな増殖の中にこう手がかりになってくれるキャラクターとして今このキャラクターがいて、最近はちょっと青いロボットとか描いたりするのでまた別のキャラクターもこれからどんどん増えてくるのかもしれないですね。それが僕の経験とか蓄積になってくるんじゃないかなって期待しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは引き続き小松さんにあのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。順々に作品のことをの方から何点かあの解説していただけたらありがたいです。はい、制作した年が古い順に、はい実際に手元にあったのであの作品に書きながら描いてるもので、まあ、それがちょっとこう上から見下ろすような視点で葉っぱです、黄色い葉っぱの塊と、まあ、周りに緑の松のような木があって、ここに見えてるのが地面の部分なんですけど、まあ、なんかその形がまとまって見えるその大きな色面として見えてくる印象、こうちゃんと光って物一個一個に目が行くというよりは全体として見えるという見せ方に、その自分のその時の感動した、感覚が近いなと思って、そういう画面にしようと思って描いたものですね。はい、やっぱり色と色ですよね。前であのスライドというかパワポで見せていただいたときは、この地上と同時に海底みたいな、はい、これ土がこの色味っていうのは、はい、あの非常にどこなんだろうっていうところが面白かったです。なんかすごいこう夕暮れの時間帯でちょっとこう黄色みがかった世界、赤み黄色みというか、はい、そういう印象がすごく強くて、描いていく中でこう大きな形面案っていうのを考えた後にこう描きながら、地面は最後の方でこの色になって、なんかその自分の実際に体験した時の印象が描きながらこう引き出されていくような感じはあって、その中でさらに作られてきた画面なのかなっていう感じ。惑星も、はい、自分でこの辺りが、はい、なんかこう装飾的な感じでこう交差点って、はいはい、やってます。はい、では骨と陶磁器ぐらいに描いたのが、美術館の近くの風景なんですけど、
まあ、前景にこうはあの木というか草が揺れてて、それはこうあえてぼかして描いて、この奥のところに焦点を当ててるような感じで、まあ、その川のきらめきとかこう揺れる感覚がすごく印象的だったので、さっきのもそうなんですけど、そのなんか印象的な部分をこうグッと引き立たせて、なんかこうそういう引き立たせて寄っていく作業プラスこう引いていく、だんだん曖昧にしていくようなことも同時にやっていってという感じはあります。それでこう曖昧な部分とグッと見えてくるところとを作って描いてるっていう感じでもあります。なんか白のリズムとか黄色がこうニュッと出て回っていく感じとか、そういうことを考えながら、なんか曖昧にしたいなっていう感覚がずっとあって、なんか津田さんとは違って、私はそのもうあるものを実際に本当にある風景を描いてるんですけど、そこからちょっとこう離れていくというか、見えなくしていったり曖昧にこう見えしを取り除いていくような作業をしたいと思ってやってます。あれ画面 の、はい、あの構成も色面っていうか、あの非常に面白いんですけど、あの今曖昧にって言われたのがまた面白くて、印象って印象派曖昧っていうのはなんとなく輪郭をってあるんですけど、普通の日常生活で誰かに何かの動物に会ったり誰かに会って強烈な印象を受けたっていう時、もう輪郭ですよね。なんかライオンがいきなり出てきたら多分うわってすごい曖昧じゃないですよね。それとは全然別で、あの印象で曖昧っていうのが非常に面白いなっていう、あのその物だけじゃなくってその全体のバーみたいなのを考えてらっしゃるのかなっていう。そうですね、なんかそのものだけ見てるっていうよりはそれのある状況として捉えてるのかなと思います。なんかその感覚としてはフラッシュ焚いてパッとこう白飛びしてる見え方みたいな感じで印象に残ってる風景を描くことが多くて、なんかそういうものに魅力を感じるし、こう記憶に残ってから描くまでに時間が立てたりするものも多いので、まあ、なんかそういう場面を写真とかメモとかスケッチで残しておいて、そこからこう思い出していくときに曖昧な部分があるから曖昧に描いてるみたいなところもあったりとか、思い出したときに曖昧っていう、はい、まあ、やっぱ曖昧とか装飾っていう言葉がキーワードなのかなと思って、でこう装飾でも対象がない装飾もあるじゃないですか。なんか単純に形と色彩だけの装飾と、なんかあの小松さんの場合はある対象があってそれをこう装飾化してると思うんですけど、それって対象がないといけない理由ってあるんですか？その実感が伴ってないものは、なんかその自分のちゃんと感覚が先にあって描きたいっていうのがあるので、その絶対にそのフィルターは通したいっていうか、自分の感覚のフィルター、そうですね、とか分からなくしていくっていうのが面白いですよね。なんで分からなくするのかっていう、うん、なんかそうですね、分からなくしてくる。この辺だと少しだんだん離れていって後の作品ももっともっと離れていく、ね、いくのが、うん、とりあえずまた後の作品のところ で、ね、どんどんこう、はい、まず作品をまた戻ったりしながら説明していただきましょう。っていう作品なんですけど、
さっきまでとは違って、これは自分も含めた3人で、森の中をこう雪の降ってる冬の森を歩いてるのをこう客観的な第三者からの視点で描いてみたんですけど、なんかこれは森の中でこうしんしんとしていて木に囲まれている感覚を表現するのにちょっとこう透けさせた描写とかを入れて、なんかそれをこう画面として見た時に色面が面白く見えつつ、すごくこう実感も伴うというか、そういう感覚を引き出せる画面にするにはどうしたらいいかなと思いながら描いたものですね。でなんかこのちょっとこういう白のチラチラした要素がなんかこう冬の森で雪が、木から風で揺れた木からこう降ってきたりチラチラっと降ったりとかいう時の感覚を思い出させる要素プラスちょっとこう絵のリズムを作るというか、なんかこう装飾的な要素としても入ってくると面白いなと思って描いてるものです。で今日の見て見せていただいた作品の中で初めて人が出てきますよね。ああ、そっか、そうですね。さっきの、あ、はい。この、なんだろう、画面と描いている人、あるいは描かれている人の距離感っていうのはどんな感じなんですか？なんかでも、どっちもこう、すごく自分目線ではあるというか、その時の場をどう捉えてるか、その時はもう、なんだろう、囲まれすぎて自分の感覚も遠くに行っちゃうというか、なんか逆になんかすごく主観的な気持ちでは描いてて、でも見え方としては画面に出そうとした時にこうなったので、なんかどれもその自分視点ではあって、ちょっと難しいですけど、なんか、うん、自分のフィルターを通してこういう距離を持って描いてるみたいな、だから距離はあるんだけど同じぐらい距離がないというか、はい、そんな感覚ではありますね、うん、この作品初めて私見た時これ狼だと思ったんですよ。でもう勝手に、まあ、森の中でなんかそのこうっていうかこうちょっとあのなんか怖い感じみたいな、雪も降ってきて森が狼になってみたいな、すごく説明的で、なんかでも面白いなって思って、それがずっと何回もリフレインしてるみたいな、ちょっと見れば森だなって、はい、なんか木に見えなくてもいいなとは思っているところはあるので、全然それでもよくて、その辺過激な装飾家ですよね。過激な装飾家っていいです。あんまり気にしないっていうか、あの写生して装飾図案を作るんじゃなくって、やってるうちに全然別のものになっちゃったけど、これは人を表してますみたいな、でもちゃんと伝わるみたいな。そうですね、なんかこうこの後作品どんどんこう色彩、もっとなんだろう、色彩でそれができないかみたいになっていくんですけど、なんかそのそのものらしさというよりはそのなんか本質的なところなん、うん、そっちで見せたいというか、だからそのものらしい輪郭とか要素を描いていくっていうよりはこうなんかこう予感させるというか感じさせるようなに描いていきたい、曖昧にしていきたい。はい、ありがとうございます。次の、はい、同じぐらいに描いた作品、あ、ちょっとこっちの方が前かもしれないですけど、まあ、これも、はい、これは、まあ、喫茶店で一人でこうお茶をして食べ終わった後のお皿をちょっとまとめた時にすごいその重なりが綺麗で、
わって結構感動して、そこが始まりにはなってるんですよね。まあ、なんかその書いていく中で形面白くこの白を見せたいから、食べ終わった後のプリンもここに再登場させたりとかなんか引っかいたりとかして、こう白い塊の中にもこう暗示するようなそのものにちょっと見えるか見えないか、どっちにもこういけるような要素を書いたりとかして作ってますね。あと色でちょっと引っ張ってこうしたりとか、ということは考えながら書きました。基本的にはその自分の体験した中で自分の記憶がベースになってて、こう忘れたくないとか、この瞬間を記録しておきたいっていう気持ちがベースになっているので、その時のこの白の塊に感動したんだぞっていうのを、書きたいし、これを書くためにその写真をなんかあえてぼかして撮ったりとか、そのなんかね、確かこの時はこう全部やりましたね。写真で印象を自分の見た感じたままの印象で残せるように写真名前も撮ったのと、スケッチで白いこう輪郭残しておいたりとか、なんか光ってるみたいな言葉で残したりとか、そういうこう思い出せるものをいっぱい用意しておいて、で後から書くぞってなった時にもう一回そのスレッてその感覚を引き出して、ここに再構成するというか、これを書くぞっていうのがあって、それに行くためのいろいろな写真もメモも全部手段っていうか、そうです、思い出すためのこうツールというか、なんか、で書いて出来上がったものが現実の風景と全然違ってもよくって、なんかその自分の本当に個人的な感動をここに要素として残して、でまあ曖昧にすることのもう一つの意味として、またそれを見た人がこうそこからちょっと想像して自分の記憶とつなげて、抽象的なものって見え方が限定されないから、こう勝手に自分の思いを重ねたりできるじゃないですか。そういうふうにこうすごい個人的なことを書いてるんだけど、見てる人が共感できるこう余地を残すっていうか、そういう意味でやっぱりました。いわば現実はなんか存在してるんですけど、粘土みたいな感じでいくらでも自分の作品のために変形しちゃうよみたいな。そうかもしれないです。あんまりそうですね。じゃプリンがまた誕生とか、はい、そうか面白いありがとうございます。現実をすごい大切にしてるつもりだったんですけど、そうでもないのかもしれないですこの今後ろにあるこれが、今年に入ってから描いたもので、これは、6月の風邪って言うんですけど、ずっとこう今年去年闇山もすごい雪が降って、ずっと雪、冬の期間が長くて、こう早く暖かくならないかなと思ってたんですけど、それを経て の6月初夏にわーっとこう緑が溢れて、こうでこれ川沿いで昼食をとってるベンチでご飯を食べてるっていうところなんですけど、なんかその感動を絵にできないかなっていうので、緑にわーっと感動したって風が吹いてて、で奥に川がキラキラチラチラしていてっていう様子を表そうと思って描いてます。で、まあ、一番中心の前景に人物がいるんですけど、それも含めたこの世界を描きたかったので、この人とっていうのは重要なことではあるけど、そこがメインになるんじゃなくて、あえて
人物もその円形の青の色目の中で一緒になったりとか、そういう、まあ、平面的に色面がまず見えて色が見えて響き合ってこうなんかザワザワ心の中に生まれて、その後でこう空間に気づいていくような、あ人物いたんだとか、うん、それって川かなとかって思い出したらこうわーっとその風景が広がるみたいな風になっていけばいいなって考えてきました。なんかその前、それの前までの作品よりはこう色同士がこう侵食し合うようなこう循環するようなイメージをもっと持ってもう完全にあの、はい、実際にあった世界は気にしないですよね、はい、気にしないっていうかそれが経緯で、おそらくあの、はい、彼女と一緒にその時に会ったことは非常に重要だっていうのはあるのプラス、もうあのなんていうかある種作品にとって そこで何かがあったって出来事は何だろう、口実みたいな作品を作るためのこいつ、それでやっと現実アクセスしてるみたいなところが非常に面白いっていう、あとすごくあのかなりあの色面で構成して抽象ではないんですけど、抽象的な傾向があるんですけど、すごく親密な感じがしますよね。これなんかあの作られた人ともう体の一部分につながっているみたいな、それが見た人にもつながってくるような感じがして、それがまああの色面で構成して曖昧でっていうところがあるのかなっていう、なんかマティスがあの赤の室内とかで壁もテーブルも全部赤一面でバーってやっちゃって、あれも包まれるじゃないですか色面に、ああいう感じがまたマティスは違うんですけども、あの非常に親密さっていうのと色面と、あと、まあ、装飾みたいな、この辺のコン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 っていうかこの辺のとかなんかのリズムとか、なんか言葉になる前の感覚を残しておきたいっていうか、残らないものを残したいが出発点なので、絵を見た時にもそういうこうなんかこうリズムの心地よさとか、こうなんかこう何かが描かれてるんだけどすごいこう自分の内面的な言葉にならないところとこうリンクしてざわざわする感覚とか、そういうところ、そういうふうにものを感じるようにしたいなとは思ってて、なんか津田君のところでも言ったけど、なんかあのこう限定されないっていう、限定されない開かれたイメージをどう作っていくかっていうところで、これがま、丸が中村さんのお団子だとか、後ろにあるうま、丸は木だとか、なんか、その、それが何であるかよりも、丸の方が開かれてるというか、なんかその赤いのも、なんかベンチなんでしたっけ？あ、それは木のベンチがあって。それがお団子であるとか、木であるよりも丸であるとか、なんか赤である方が、開かれてるのかなっていう、それ行き過ぎちゃったら また違うんだろうけど、なんかこう物語だとかそれが何であるかっていうのをどう取っ払って、でそれでこう残るものっていうか取っ払って見えてくるものっていうところが重要なのかなって思いました。なんかこれ全然関係ないけど、今日これなんか黄色があったらどうなるんだろうとかちょっと思ってて、想像が今広がってて、なんか中村さんがデモン持ってたらなんかすごい爽やかな空気になるっていうか、そういうやり方もあるわけじゃないですか。なんかこうレモンがあの梶本次郎のレモンがないんだけど、すっごい憂鬱でこう街へ歩いてる時に八百屋にレモン見つけて、それ買ったらちょっとハッピーみたいな、なんかでもそれはこう物語というか、そういう言葉の物語なんで、そうじゃなくて造形的なところでどう訴えていくかっていうところで徹底的にやってるんだろうなっていうふうにちょっと思いました。
物の意味を知るよりも色とか形を見てる方が全然楽しいんだよみたいな。なんかその造形的なところを徹底的にやってったら、あの普遍的な何かっていうか訴えるものになるんじゃないかなっていうふうにも感じます。ちなみにこれお水、ペットボトル持ってて、あこう飲む、飲み終わったのか飲むのかっていう。なんかそこにあやたかとか書いたら全然違って見えても、あやたか飲んでたみたいな。それはこう描きつつも見えなくしたいみたいな。あだってなんかタッチとかも全然もあの物に向かってないっていうか、このなんか肌描くときに顔描いていくときに、まあ、色彩も青って相当すごいけど、あのタッチも顔に向かってないですよね。だからそれが何なんだろう。もうその中村さんの中村さんって、まあいいよね。あの中村さんに向かってるっていうよりは、もうなんか中村さんに溶け込んで、こう青に塗り込んでるっていうか、だから普通はこれでリアリティのある世界に ならないっていうか、なんかちょっと全然なんか今僕反省してたんですけど、あどういう反省かっていうと、なんか A 見て、あここもうなってるじゃんっていうコメントって僕も結構されたことがあって、あいいじゃんもう ここなってるから書いていかなくていいよとか、ここすげえいい感じとかっていうのは多分主観でしかなくて、あの、うん、どんな経験がある人でもこれなってるじゃんっていうのは言っちゃ ダメなんだろうなっていうか、なってるかどうかは自分が絵の具の状態と自分が描いていきたいいいイメージだったり対象だったり記憶だったりと結びつかないと、その本人が結びついてないのに、人がなってるじゃんって言ってもいやなってないよっていうことだと思うので、それがなってるじゃんがなってるじゃんが異様にだんだん なってきてるというか、小松さんのなってるじゃんでなんか埋め尽くされてきてるんだろうなっていう、僕はこんな風に顔を描いていけないなって思います。いや反省、いや反省してました。本当に自分の感覚とか記憶の状態をどうしてもこう描いてると、それが何かを考えちゃうし、こう他の見たものとかによって描いてたりとかしちゃいがちというか、それは楽なんですけど、こうだからこれからの課題ですね。こう自分の状態をどう画面に定着させるかっていう、もう全然本当に説明する気はないというか、物から離れていく、分からなくしていくっていうのをどんどんやっていきたいなっていう。なんか続けて喋っちゃうと、なんかこう技法書とかあるじゃないですか。なんかこうまあ、肌はこうやって描いてきますよと か, なんか空はまずこういうグラデーションを作っといて深ブルー乗っけてとか、そういう技法書もあると思うんですけど、やっぱそれってそのなんだろう、工房とかだとその地面描いていくときにまずあの中間トーンから暗いところは濃い茶色で乗っけていって、だんだんグレーで明るくあの厚く起こしていくんだよとか、多分工房でそう教わったんだろうなっていうところからで、こう教えてもらってる方は、あ、そうですかとかってこうやってこうやってこうやったら地面になるんですねみたいな、全然ならないみたいなね。なんかそういうこう、でもまずはそこからやんなきゃなんだけど、あのよく念じろって念じて書くんだぞって言われてたことって、なんだそれ念じたらなるのかなんかどう書くかじゃなくて、ちゃんと念じるっていうことは、あの自分がこうなってもらいたいっていうイメージが頭の中にあって、常に絵の具の状態とそれを比較して、でなってるかどうかを考えなさいよっていうことなんだろうなっていう。念じれば結局方法は何であっても、だからゴッホのように
なんか細長い熱いタッチゴッホみたいな感じでやってもゴッホにはならないというリアリティが出ないというか、ゴッホはやっぱあれにリアリティを感じてこう描いてる。ムンクもあのニューっていうあのタッチにリアリティ。だけ真似してもそうだ。そう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 。こう内側からこう出てきたものだから。なんか私もなんかすごいこの青はリアルな青とは認識してて、あこの木の陰にいてこうなんか青い風が吹いてる感じというか、なんかその中での人体って記憶の中ではやっぱり青い肌色の赤みとかよりは青いこう印象の方が合ってて、うん、だから物から離れてとか青い色目の中にとかっていろいろ言いましたけど、これはこの絵の中の人体としてはすごいリアルな色合いなのかなっていう、うん、このベンチもすごいですね。そうですね、ベンチが記憶の中にあまり状態にないんですけど、でもここに座っててこうなんかこう木の赤み、こう人体人に比べてこう木の赤っぽい印象でみたいなもので作ってた時にこの赤さがここに飛んできて、ここで赤が来たからこっちの葉っぱを赤くこうさせたいなというふうに作ってます。もうベンチっていうよりは装飾的な処理ですもんね。それでこれがこう来て皮がっていう、やっぱり思い出、記憶、印象っていうので現実にある世界とまた別の世界を作ってるんだなっていう、そういうお二人ともそうなんですけど、意図はすごく感じるのが面白いですね。なんか単にさっきの技法だけだとおそらくそういったあの新しい世界はできなくて、単に再現的なイメージ的なのでいかに優れたコピーかだけになっちゃうんだけれども、それとは全く違うあの明らかに世界を想像してやるぞっていう意思があるところが非常にお二人とも面白いところだなと私は思ってました。僕がこうイメージで空間を作っていくだとしたら、小松さんはこう現実からこうリズムを作っていくというか、空間じゃないですよね。こう物と配置でリズムを作っていくことで絵の中をあの自分で充満させていくというか、そういう感じありますよね。現実の存在は本当に口実っていうか、あのとっかかりっていうか、まああってもいいわよぐらいの感じで。現実を基準にしてこう津田さんはそこからさらに 見ていった感じで、なんか私はそれから離れて引いていく感じっていう印象を私は受けてます。なんか対比だなってそこが、足して足してできたものと引き出てきたものみたいな、寄っていく人と離れていく人もう交わらないですどんどん遠くなって、いや最終的にアインシュタインがでまたこう一周ぐるし、あれもう一つこの裏に実はあって、あ避けます、
一瞬っていうよりはそのずっと乗ってる時の蓄積された記憶みたいなものを書いてて、で、まあ、窓の外の景色に私はよくこう乗りながらあの川を見るのがすごい好きで、そのそこへの感動した記憶とかで、窓の外の風景に気を取られると思ったら気づいたらこうなんかすごい物思いにふけて自分深いところまで行ってるみたいな、そういうなんかところの揺らぎみたいなものも書きたくて書いた作品ですね。はい、でまあ窓枠とかカーテンでこう青い青い柱を作って色彩がこう回っていくようなのがこう窓枠とかを使ってこうなんか構成できたらいいなと思って、自分の記憶が元になってるけどこれは結構作ってそこからさらに作って書いた感じではあります。やっぱりこれが、初めて見せていただいた時これが何か分かんなくて、で、はい、で、あのそれからバスっていうことを知ったんですけど、バスの大きさの窓こうじゃないじゃないですか。っていうのが、あとこのカーテンもバスとしては床があって、これはやっぱバスかなとは思ったんですけど、その辺の現実からのジャンプの仕方っていうのが非常に面白いなっていう。本当にこの作品の時は、あの一応バスにしとくかみたいな感じのところでギリギリつながっている感じが、あの非常に面白かったです。あとカーテンとあの一緒の青で行っちゃうとことか、もう現実に存在していることとかそれとの実際的な分離とかっていうのは、あの頭の中ではもう記憶の中ではそれはないっていうような、前の作品ともつながると思うんですけども、なんかこう隠れ要素みたいなのを作りたいっていう感覚もあるんですけど、なんか現実で見えるものの再現じゃなくて、こうそこで感じた感覚の要素、この、座席の頭のところにかかっているこうもののレースのこう感じとか、カーテンのこうギュッとされたところと流れるイメージと光がこう透けて、なんか濃さが変わったりとか、そういう要素を抽出してというか、そのものに寄せるんじゃなくてそっちの感覚を抽出して書いていった結果こうなって、現実から離れていっちゃったみたいな、なんか最初の設定だけ残ってみたいな感じでは確かにあります。なんか頭の中のスケール感と現実のスケール感って全然違うことって結構多いっていうか、なんかあの自分で絵描いてる時に頭のてっぺんがすごいぺったんこになったりとか、なんか手が結構長かったりするんだけど、学生、まあ、あの大学の授業混ざって絵描いたりすると、あれ人間こんな手短いのとか全然変わってくるというか、バスの中の頭の中のこの、ま、窓のスケール感ってこういう感じなのかもしれない。多分そうですよね、なんか景色の方に目がいってるのでそっちの広がりのイメージがあって、実際そのこれは本当にあんまり資料とか見ないで作ったので、あれバスってどんなんだっけと思って、一応そのバスので撮った写真とか見たら、窓が小さくてすごいびっくりして、いやと思ってもそのまま進めたんですけど、なんかそこの確かに差はあって、こう絵にするときにやっぱりそっちの自分の感覚の方を大事にしたいなっていうのはある、うん、これはあ、それは川の中の影っていうか、多分こうここに多分草とかが水の中に生えててちょっと影になってる部分形が面白かったので、黒い見え方を絵の中に入れたいなと思って入れました。僕はこれが頭のところなんですけど、これとこれとこのこうの仕方とこの二人っていうのがなんかちょっと面白いなっていうの、なんかこう
ざわざわする要素みたいなのが、はい、こう散らばっていて、ここを見ててもこの辺がつらつらしてみたいな感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、特にあの見せていただく準備をされてなかったんですけど、私は見なかったので出していただいて申し訳ありません。ありがとうございました。はい、あの今日は本当にどうもありがとうございました。お二人あの非常に面白いお話をあったふなくして、どうもありがとうございました。あの今日は絵画と記憶の関係をめぐる話ということで二人の話をあの聞いてきたんですけども、いろいろ一般に言われる記憶、思い出、回想、印象っていうのと同率に語られることがあるんですけども、それをあの、まあ、記憶って何なのかなっていうのをその中身を見てみるといろいろ違って、それも絵画に対するアプローチとしてもいろいろ違うっていうのを、まあ、漠然とっていうかあの本当に作品を見せていただいたので、あの非常によく分かったのではないかと思います。あのどちらにしてもなんかあの、絵を描くことっていうのはどういうことなのかっていうと、記憶との関係について意識的なあの作家さんだなということは考えてあの思いました。それで、そこでどういうことを感じたかっていうと、やはりあの絵を描くっていうことは何か今現実に存在する世界とは別の世界を作るんだよっていうのがベースにあるんじゃないかなと思って、そこにはどうしてもあの基本的に絵画っていうのは、絵の具っていうのは薬だったり板だったり布だったりするわけなんですけども、それをあの絵画作品として見てしまう。美術館行くと我々は絵の具を見に行ったりするわけじゃないんです。なくて絵画作品を見に行くときに、なんでそれが絵画なのかっていうときに主観あるいは記憶っていうのが入らざるを得ないと思うんですけども、それに対するアプローチが本当にお二人非常にあの意識的でありながらかなり違った方法を取ってらっしゃって、全く別の世界を作って、で同じようにその世界の強度があるっていうので非常に面白かったです。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これ答えられないかもしれないなとか、なんか考えていくと、今日でもあのふと思ったこととか何個か言っちゃいましたけど、あ、いや、面白かったです。難しいもんですよね。いや、この絵が一番発見が、この絵前見た時何言ったって俺とか言って、そういうの考えた時点で終わってます。いやまた思ったこと口に出せばそれいいのに。いや、すっごいでも分かります。なんかやっぱり現実として、まあ僕はあのよく見てはいるんですけど、写真で見るのとこれ全然違うんで、違いますね。等身大よりちょっと大きい感じじゃないですか。うん、なんか普通だったらこの向こうの映り込んでる顔とか、その向こうのなんかこう葉っぱのところとか、なんかこれで追われる感覚っていうのが重要なんだろうなって、あの普通の人だったら、あ、じゃあこの上からどうやって描いていこうかなとかなるんでしょうけど、まあ、どうしても絵の具の話をどんどんしたくなるっていうか、っていうのを感じました。あれ、おっしゃってもそうなんですけど、完成の瞬間っていうのは どこでこう測るんですか。いくらでも入れようといえば、まあ、入れられないことはないじゃないですか。うん、確かにそうです。完成したって納得したんで。僕は今めっちゃ小松さんの答えが聞きたいんです。僕の場合は本当にモチーフがあのちゃんと画面の四方に詰まったなっていう、あの全部どこ見てもあの変な空間だなとか、あの伝えたい言葉みたいなのがあのどこ見てもあんなっていう状態になった時に、あ、仕上がったかもっていう。であのそれをあの書き詰めればあのちゃんとなったなっていう瞬間が出てくるっていう、そこに向かってただただ
ものを増やし続ける。あそういうところですね。やっぱ海作って山作って人作って、そうです、牛作って馬作ってみたいな。そうそう、神ですね。神様ですね。全部できたら OK みたいな。で全部こうさ触れるようにして、触れる、そうですね、見えないものまで腰までもう触れるようにしてしまうっていう感じ。そうですね。小松さんの場合はなんかそのものの触れる感じじゃない、触れないんじゃないけど、あの違うものに変えてるから、うん、小松さんにしかわからない感じ。この抽象的に言っちゃうと、そのこうあってほしいの状態まで行ったらもうそこで終わりなんですけど、うん、こうだろうなっていう、なんかその状態を最初になんとなく考えるじゃないですか。そこに達したら終わり。これはちょっと時間が足りなかったところも多い。私は絵肌がやっぱり課題なので、絵の具の状態とかもっともっとよくできると思うんですけど、なんかこれ以上描いたらそのものになっちゃうなとか、決めてきすぎるようにはしたくないので、なんか、うん、そういうところで止めてます。これ以上描くとそのものになっちゃうみたいな。なんか物を表すタッチと感情をその込めていくタッチって違うじゃない。自分のこう言葉でその世界をこう語っていくっていうことになるから、それってすごいことをやってるよね。自分が心地いいと思ったらそこでお会いして、めちゃめちゃ感じてしまう。ある距離、心的距離が、定まったら近づいてここでは OK みたいなイメージ。揺らいでるんだけれども食いついてはいるんですよね。そう、ろうそくに火を灯してくるのが違うな。動いてはいる、流動的でもあるんですよね。なんかこう魚のいる水、川を見ててこうよく見えなくて、こうやって目をしたらたまにピタッと形が見える瞬間みたいな感じというか、そういうピントがあったり合わなかったり、カメラ撮る瞬間の合わせてる時みたいな、あった合わなくなったみたいな感じとか、そう、すぐに進まない、見えたり見えなかったりの揺らぎは欲しい。なんか空気遠近法的になんか向こうの方で本当はそこまで行けばしっかりあるはずなんだけど、うん、あのぼやけてはっきりは見えないとか、それはやっぱ絵画的にこう存在させるには別な方向で力強く定着させる必要があるんだけど、多分そういう別に空気遠近法的なことをやってるわけじゃないんだけど、そういったことを多分小松さんはやってて、津田君の場合は空気遠近法でなんか遠くで霞んで見えちゃった世界っていうのはリアルじゃないっていうか、これ本当はあるでしょっていうか、なんか逆になんかこう霞んでるものにまでも全部輪郭を与えていくっていうか、なんかありしょ、ホルバニ的な。ああそうですね。いやなんかこう たまたま同じタイミングで終了する2人っていう感じだったけど、こうして比較するとお互いのこのやってることが見えてくるっていうか、感性の違いとか やってることの違いがこれだけこう浮かび上がってくると思わなかったので、いや本当に面白いです。ありがとうございます。ありがとうございました。実際作品を見にしてっていうのは本当にある機会じゃないので、よかったです。ありがとうございます。今雑談みたいなの撮ってたの？は？今も撮ってんの？ああ、はい。おー、あ、偉い。あ、やっぱ偉いですね。いいのがいい。なんかこれがなんかとちょっと一番遠くっぽかった。いやなんか多分これ津田君この先多分何か言いたいことあるんだろうなとか、八丁先生もうワンダリーした時に これは言おうと思ってたかなとか、なんか多分探り合ってる感じですよね。
で、なんか次、後からあの作品出てくるから、その時にこれを言えばいいんだな、だからここは言わないでいこうと思うと、言葉に詰まったりして。ああ、めっちゃ分かる。Thank you.